どうも、篠原です。今回は、夏休みの自己管理塾ということで、まあ、夏休みになって学校がなくなったとなった時に、まあ、堂々と休めるわけですね。で、それをただ単にまあ休むだけなのか、それともまあ何かしら学びを得て夏休みを終えるのか、30日後迎えているのかということで、まあね、自己管理していきましょうと。で、どう自己管理するべきか、どうするのがいいのかということを今回話したいと思います。まあね、これいろんな動画でも言ってるんだけど、まず遊ぶ日をちゃんと決める。で、休むときは休むというのがポイントですね。俺の提案は日曜日はもうオフにしようというところです。まあ、この月火水木金土日とあったときに、例えばですけど、まあ土曜日のここ、祭りがあると、じゃあもうここはオフにしましょうとか、あるいはまあ水曜日のここ、友達とプール行く約束してると、じゃあもうここはオフにしましょうとってなったら、まあ、あとは勉強しようってなるんですよね。だからこう勉強して勉強して、ここまでやって休みと、勉強して勉強してここまでやって休みで、まあ勉強するみたいな感じで、だいたい1週間に 0.5 日から1日はオフの日を作って、そのオフの日をまあ夢見て、その前頑張る。まあ、これだったら水曜日のここの友達とのプールを目標に月火水の午前頑張るだとか、ここのお祭りの日を目標に木金土の午前頑張るみたいな感じで、こうまあオフの日を作ると、まあちょっとコロナでね、その祭りとかいろいろないかもしれないですけど、ないんだったらまあその友達と遊びに行くとか、もうゲーム三昧でもいいですし、何でもいいんです。まあとにかく自分の中でこの日はオフにするぞと、この日は休むぞというのを決めて、その決めた上で、勉強していくというのがいいかなというところですね。例えばですけど、京大模試とか東大模試受けるという受験生の場合は、受けた翌日、受けたその日の帰ってきた後と受けた翌日はもうオフにすると、勉強一切しないっていうふうに決めて、そこのオフを目標に頑張るというところですね。で、目標も設定していきましょう。まあ、例えば高1高2だったら、まあ英検取るぞとかね、あるいは、この高1高2のこの夏休みのうちに苦手だったここを克服するぞとか、まあ何かいろいろおのおのあると思うんで、その自分なりの目標設定、これを目標にやるぞ、これを解決するぞ、これができるようになるために俺はこの夏休み30日使うぞみたいな、そういうものを決めていくっていうのが、この目標設定においては大事になってきます。この目標設定がまあ間違ってることもあるんであれなんですけど、そのつまり例えば全教科やろうみたいな、英語は英検2級レベル、数学はなんかこのレベルとか全部やろうとするんじゃなくて、できるだけ絞って、夏休みの間これをやるぞと、これは夏休みしっかり時間取ってやらなあかんぞみたいなことにこう絞ってやっていくっていうのをやると。まあこれがね、苦手克服だったら苦手克服した方がいいし、英検だったら英検、まあ、英語だったら英語とかね、そういう風にした方がいいんですけど、って言っても大体みんなやらないんですけどね。あ、まあ絞るべきです。もう本当に夏休み30日あるって言っても、まあ大体この1週間に1日は休むんで、大体まあ25日ぐらいになるんですね。で、25日で1日前勉強したとしても10時間なんで、250時間なんですよ。250時間ですからね、所詮250時間でそんな大きく変わることってなかなかですよ。なので、まあ、 目標設定としては絞る、もうとにかくこれはできるようにする、これは大丈夫っていう状態に持っていくべきですね。さらに、それを、まあ、勉強計画として計画に落とし込んでいくというところになります。まあ、さっきも単純に、まあ、25日かける、まあ、1日10時間やったとしてそれぐらいだよっていう話をしましたが、例えばですけど、この25日かける10時間の250時間のうち、例えば、まあ、仮にですけど苦手克服をしましょうと、だったら、まあ、例えばチャート式の問題、ここからここまで、まあ、100問を解けるようにしましょうとかね。まあ、数学だったら100時間あれば、まあ大体、チャート式だったら100問はいけると思うんですよ。まあ、100問はやれるだとか、まあ、もっとやれると思うんですが、例えばそういうふうにもうこっからここをこうやるぞっていうのを決めて、それをできるようにしていくっていうのが、まあ、うまい時間の使い方になります。まあ大体ね、150時間は宿題取られると思うし、まあ1日10時間勉強ってなかなかそんなの、まあ特に部活やってたりするとできないんで、まあ本当にこれができるかどうかっていうのはグレーですけど、もし1日10時間振るって決めるんだったらこうだし、まあ宿題の量によってもこの辺変わると思うんですが、もう何時間これに当てるぞと、何時間これをできるようにするぞっていうふうに絞って絞ってやっていくっていうのがいいかなというところですね。で、この計画の実行段階なんですが、4つ目として、もう家で勉強しない方がいいです。実行するの必ず外に行きましょう。で、まあ、例えばですけど喫茶店だとか、例えばですけど自習室、図書館、まあそういうところに行って勉強した方が絶対です。家で勉強はもうまず無理なんで、
実行段階は外で、できるだけ人のいるところでやりましょう。あの家で一人で勉強は無理なんで、まあ、これ普段の勉強もそうですけど、可能だったらやっぱりリビングとかでやった方がいいですね。リビングで勉強するだとか、まあそんな感じで、まあできたらクーラーの効いてるところで、しかもできれば人前、喫茶店なりどこでもいいんで、外で勉強することをお勧めします。最後5つ目はご褒美の設定ですね。つまりまあこれのこの勉強計画がうまくいったらご褒美を、受け取ると、何でもいいです。自分の欲しいもの、まあゲームでもいいですし、小遣いアップでもいいし、あの親と交渉してこれができたら、このご褒美くれということをもらってもいいです。何らかのそのご褒美報酬を自分の中で設定して、その目標のために頑張るぞ、このこれを成し遂げるため、これをまあもらうために頑張るぞみたいな、そういうご褒美を設定してあげてください。まあ実はね、例えば英検だとか大学合格っていうのはそれ自体ご褒美なんですけど、そんなね長期的なものを夢に行ってなかなかしんどいです。8月の31日にこれがもらえると、頑張れば8月の31日これが得られるというようなご褒美を設定して、そこに向けて頑張ってやっていきましょう。はい、ということで夏休みの自己管理術ということで、自己管理っていうのはその自分の中の欲望との折り合いのつけ方なんですよね。俺自身ね今ダイエット頑張ってるんですけど、ダイエットもそうで、こうがむしゃらに頑張るというよりも、これを目標にやろうとか、こうなりたいからやろうみたいな、そういうなんだろう、欲と欲との衝突にした方がいいんですよ、自己管理っていうのは。要するにそのなんだろう、理性で欲を抑えつけるというよりも、欲と欲を対立させてより強い欲の方を優先させるというのが自己管理っていうものなんですね。まあ、今回ねここで紹介したことっていうのは、まあやってもらったら、それだけでもね決まるじゃないですか。この日は休むって決める。でそこまでの3日ぐらいはまあ一応3日坊主でいいから勉強してみる。で、その、まあ、勉強する赤いところになってるところでやることも決めて、やる何時間どうするのかも決めて、それを外で実行する。外に出たら勉強せざるを得ないんで、勉強以外することないですから、家にいたら漫画読みますけど多分ね。だけど外にいたら、まあ、そういうこともやらないんで外に行く。でご褒美を設定して8月31日にこういう状態になるぞと思ってやるということをやると。で例えば外に行ってスマホいじっちゃうんだったら、スマホの電源は切ると。でスマホの電源切って行って帰ってくるまでつけないと決める。つけてなかったら充電が減らないはずなんで、充電減ってたらそれ見て遊んでたということだから、充電減ってたらご褒美もらえなくていいと決めるとかね、っていう風にして、まあ、やっていく。これがまあ夏休みの自己管理として、休みが多くても自由な時間が長くても有意義に日々を送るための方法ということで、ぜひねこれを実践してほしいなと思います。はい、ということで夏休みの自己管理術でした。今回の動画これで以上です。ご視聴お疲れ様でした。